今日のジョーチャンネルはボールスピードとかちょっと異次元だったでしょ。いやわざとそういうボール出してるのかって思うよね。まあ、当時ね、井原田和也、毎日のようにこう書き立てられて、お前らの世代だけで世界行ってみろよっていう気持ちはあるからね。もうあだ名が昔モモっていうね、あだ名だったからあれね、でも胸トラップじゃなくてね、実はね、よく見たら顎に当たったらしいですよ、あれすごい、やっぱそういうところがすごいと思うんですよ。30年経つとそういう言い方もあるわけ。いやあの時のメンバー以上の選手が、ね、ないよね。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ今回はですね、ゾノさんの、はいはい、おじやそうね、はい、とコラボ企画ということで、はい、西野さんに出演させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや光栄ですね、はい、本当に。いや私こそ光栄ですよ。いやそんなことなかなか機会ないですね。ないですからね、本当にね、はい、いろんな話を聞いていきたいと思いますけども、はい、はい、何今回はまあ三方揃いましたんで、はい、まあアトランタのところが、はい、まあ、私もアトランタ世代なんで非常に、いやそれ聞いてないんです。あ、そうですか。無駄な話もファンとしてね、はい、めちゃくちゃ聞きたいことがあるんですよ、うん、で、まずお題としてはですね、中田秀松田直樹、まあ、ちょっと下の世代から最後の方にこう合流してきたわけじゃないですか、このメンバー、うんうん、まあ、まず中田秀のこのゾノさんから見てとか西野さんから見て、うん、ジョーさんから見ての、まあ、印象、彼の印象ですね。あれじゃない、だから少女はだから西野さんと初めて会ったらユースでしょ、うん、そうそうそう、だからその一個下の世代だもんね。下の世代。あの、直樹と、そうそうそう、ヒデはね。うん。だ最初途中から入ってきた時、もちろん彼らも世界じゃない、アジア戦って世界行って、うん、そう。で、知ってたけれども、うんうん、やっぱこう、世代がちょっと下だったから。接点がなかったでしょうね。接点なかったんだよね。そうそうでもなんで西野さん、ヒデと直樹とか、あの世代を見てたんですか、やっぱりずっと見てて。もちろんその次のユースレベル見てたんで、はいはい、アンダー17からずっと追っかけていたし、ああ、そうなんだ。で、彼ら、アジア突破してるんだよね。そう、突破してるんですよ。うん、世界行ってんですよね。92年だったかな、はい、世界大会って、はい。で、そこでもやっぱり経験してるし、うんうん、まあ、ずっと追っかけてきて、成長曲線がブーンとこう、ヒデとか直樹とかは、うん、もう上がっていたし、はい、まあ、直樹はね、特に、確かあの、体格で、うん、ああいうタイプなかなかいなかったですね。ディフェンダーでは目を引いたし、うん、まあ、ヒデは特にマルチでどこやってもみたいな感じもあったし、うん、まあ、ヒデはとにかくクレバーだよね。クレバーね。そうですね。うん、もういろいろこう、イメージが豊富だし、クリエイティブだし、うん、まあ、フィジカルも強いし、はい、といってもやっぱりクレバーに賢くプレーできる選手だなっていうイメージが強かった。うんうん、いろいろこう選手、今までこう積み重ねてきた選手の中にエッセンスとして入れようと思ったんですか、やっぱりそういうヒデとか、もちろん、まあ、直樹はやっぱり本当にねすごい身体能力を持ってたし、うん、ちょっとここが弱いからとかそういうことではなくて、メンバー選考って難しくないですか、あの世代、あの中盤とか特に、うん、ね、ヒデとゾノが合うのかなとかね、あ、それは思うよね、まあ、確かに、お前とジョーとトライアングル、まあ、最終的には組んでるけど、一人一人は個性もあり、持ち味持ってるけれど、そういう前線でどうかなっていうのはまず考えるよね。ああ、そうか、そうなんだ。ね、高校一緒だし、先輩後輩、いいように見えて、なんか先輩後輩の何か遠慮みたいなのがそこにあるのかなとか、まあ、そこにあのヒデの個性がとか、グループでどうパフォーマンス作るかっていうところを考えちゃうからね。一人一人はいいかもしれないけどって。そっかそっか。だからヒデのああいうね、ややもすると個人プレーにこう走りがちななんか、判断、それでいいのみたいな感じも強く持ってたし、うん。でもね、やっぱり飛び抜けた総合力は持ってるしね。うん、なんで僕と同部屋したんですか、ヒデが多分行ってきたんじゃないの、ゾノじゃなきゃだみたいな。その前からはゾノ知ってたの？知らない。知らなかったの？あれ初めてなんですよ、だから。まあ、下の世代で世界出てたじゃない。うん、うん、でした。世界大会。うん、だから、それは知ってたけど、うん、直接喋ったことで。だから、最終予選で入ってきたんだっけ、うん、そうだよね。そうそうそう。一予選いなかったから。そう、いなかった。まだオグもいたし。うん、そうだね。確かに。でしょ、最終予選で入ってきたんだよね。じゃあ、大体あのね、ポジションごとにこう。なんとなく、まあそうですよね。で、コアな選手、グループ。うん、レギュラークラスっていう中の
まあ、よりコミュニケーション取ってほしいと思うコンビで、あの部屋割りをしたってことですか。あ、そうなんだ。だいたいこういう感じで入れてたし。話したの最初。ヒデ話さないじゃん、いつも。いや、なんか俺は出た。俺はヒデ、俺は中田、俺はヒデって言って帰ってきて、はい、まあでもあんな感じだったじゃない。まあ性格もわかんないから、うん、したらもう最初の日から、うん、そのあいつはなんかもう洋服を、うん、要はスーツケースから開けて、はい、あのホテルのさ、はい、マレーシアのあいつあそこに棚にね、棚に並べて入れてて、うん、なんだこいつと思ってさ今いないじゃん。俺らもうあれ開けてさ、ね、スーツケースから出してやってるじゃない。確かに。で、買ってんなと思ったら次の日もう俺のも並べてあったから。どのも入れてあったの。入れてあって、はあ、しっかりと。いい奥さんになれるね。いい奥さん。いや、もうそれが強すぎてダメなんだと結婚できない。でも、ああ、なんかきちっとしてんなっていう、うん。で、なんかもうイタリア語の辞書も読んでたし。うん、ちょっと異色だったよね。異色だったけど、なんかでも人懐っこかったじゃない。そうだね。先輩に対して。そう。ただスッと入ってきたよね。まあ、逆にね、まあ受け入れは全然ね、多分ね、あれ。まあ、直樹もそうだけど。そうだね。直樹はどっちかというと、こう、明るいし、そう、ね、ワンバーこう、上にこう食ってかかってくるし。うん。だからこいつ可愛いなって言ってね。ヒデは俺すごいね、どういう人なんだろうなってずっと見てたの。だけど結局人の部屋に勝手に入ってきて。入ってきたりとかね。お菓子と本持ってきて。うん、ね、で、いきなり何にも会話しないで、いきなりこう。そこで読んでたりとか。一人で読んでたりとかね。だからそういう、あ、こういう人なんだと思いながら。うん、話しかけられないじゃん、こっちも。うん、そうね。そう。で、黙って1時間ぐらいしたら出ていくっていう、ね。うん。ヒデってだから、一目なんかすごい、あの、憧れとか、うん、一目置いてる選手とは、あったよね。ああ、そうですね。なかなかチーム全体で、あの、まんべんなく接せられる感じではない。そうなんですね。レギュラーでゾノとか、ヒロナガとか。だから上がいた方が良かったんですよ。まあ、確かに自分が上になると、ね、うん、今、西野さんが言った、まんべんにこういうのは、そんなに自分からやる方じゃないから。そうだね、確かにね。だその後、ちょっと苦労もしたんじゃない、うんうん、そうね、自分が上に立つと、うん、そう。確かにそれあるかもね。でもなんか溶け込んだよね、あの二人はやっぱり、まあ。そうだね。早かったですね、でも溶け込むの。やっぱり目立つところが高かったし。うん、確かに。コンビネーション的にも悪く、そんなに悪くなかったですよね。ヒデとゾノと。いやいやいや、全然いいですよね。いいじゃん。いいものなかったよね。なんで自分入れなかった。いや俺はだってトライアングルで、トライアングルじゃん。そうですけども。作ってたんだよ。そう。俺、ゾノはもう本当高校時代からね、横にドリブルしてきたら縦入るなとか分かってた。そこはね。ヒデはちょっと特殊で、やっぱりズドーンってこう、すごい球が来るから、それをすごい慣れるのが大変だった。ああ、そうなんだ。そう。本当にボールスピードとか、ちょっと異次元だったでしょ。ああ、確かにね。これシュート打ってるでしょっていうぐらい。いや、わざとそういうボール出してんのかって思うよね。そう。みんな。いや、お前たち、縦ボールだったらいいけど。そうそうそう。なんで取れないんだっていう感じで要求してるじゃん。そう。まあ、確かに今思えば、それぐらいのパススピードじゃなきゃとは思うんだけど、うん、はいはい、うん。あれ、俺わざとやってんだと思う。そうだよ。そうそうそう。俺のこと嫌いなのかなって。そうそうそう。それはあの練習風景でも、当時西野監督としても、ちょっと今の早いんじゃないかとか、中田秀に言ったことはないんですか。いや、言ってましたし、距離とかもあいつうるさいんですよ。はい、サポートの距離がこのぐらいだ、うん、もっと近くにしろとか、この角度だとかっていうことも言ってたし。うん、質を要求するし、うん、確かに、でも最初のウォームアップじゃあ3周って言って、じゃあ逆走っていいですか、 あいつだけ一人全員で走る普通は。そこは驚きましたよね、うん、確かにウォームアップだから一緒に走らなくてもいいとは思うし、いいとは思う、うんうんうん、だ了解して最初はあいつ走ってたでしょ、はい、逆こうやって走ってた、全員がこう走ってんの、そうそうそう、一人でこうやって走ってる、許したんですよ。1回2回ぐらい、うん、いやでもこれは全員で走る気持ち あの統一もあるしとか、なんかこう、あの多分理解してないけど分かりましたみたいな感じで、まあ、走り出したあったと。最初逆回りされた時は確かに、まあ、個人のねコンディションをこう上げていくウォームアップだから、なんかの理由があれば多分あそうそうってやるんだろうけどね、うん、だけどまあ発想がやっぱり多分違うからね、うん、全てにおいて、うん、だからみんなに変わってるんじゃないかって思われたかもしれないね、うん、でも自分が上手くなりたいとか、うん、チームが強く なるためにはっていうことに関しては、うん、すごく現実よりも理想を周りにも要求するし、うん、自分もやっぱりそういうステップアップする
ためのいろんなことを吸収して、ね、それこそ海外に行くイメージしてるからイタリア語いつも見てたり、うん、確かに意識は高いけど、うん、朝食いつもパン 5枚な置いて食べてるだけだから それでどうかみたいな。フィジカルそれで強いんですもんね、なんとも言えないですよ ね。いやでもある時にね、ヒデやっぱりお前70分間ぐらいでなんか落ち気味だぞとかっていうことは一度言ったの。それはこういうこと食生活もあるんじゃないかとかって、いやいやそんなことないですとかっては言ってるし、まあ自分もバランスよく食事をとる、とればさらに上がるよみたいな感じで言ったこともあるし、いやでもこれで大丈夫ですみたいな。確かにね、アプリ5だった。そうですね、確かに。だからやつなりのなんかアプローチの仕方はあったんだろうけど、まあいろいろありましたよ、自分の中のこだわりみたいなのがすごい強いから。確かに。チキンとかも好きじゃなかった？チキンも大好きですよ。チキンかね。その残骸がやっぱりあるからさ、はい。そう。ハンバーガー頼んでても、ヒデのところには野菜とか全部抜いてあって、こう置いてあるね。ね、すぐわかるもんね。うん、ポテトと、うん、そう、鶏と、うん、もうそれしか食わなかったですね。そうね。うどんの中にちょっとしたネギが入ってても、これは食べないっつってね。全部こう取る。そのぐらい徹底してる。まあ徹底してるんだね。そうね、よく言えばね。でも変わり気もあったからね。まあそうやっぱりその当時19歳、うん、っぽいとこもやっぱりあったから、うん、それはなんか安心しましたけどね、うん、口調がかわいらしい、うん、そうですね。アトランタのメンバーはとにかく一人一人個性的だったイメージがあって、うん、西野さんに聞きたいんですけども、オーバーエイジの選択もあったじゃないですか。まあ本人たちはもう絶対やれないっていう話もあったんですけど、西野さんとしてはオーバーエイジ枠をちょっと屈しようかなっていう考えもありましたか？全くないですよ。全くなかったですよ。協会からもメディアからも、はい、ファンサポも、まあ、いろいろありましたけど、はい、もうとにかくこの世代をフランスに上げていくっていう中でのチームだったから、はい、もう当時ね、井原田、カズダ、サイドバック弱いから柳本とか、はい、毎日のようにこう、はい、かきたてられて、はい、僕は微塵もなかったですよ。もちろんそれは強化の技術委員会でも入れるべきじゃないかみたいなところだし、まあ、もちろんそれは強化に対するね、聞く耳は持ってたけども、うん、まあ、最終的には絶対自分の判断であれば使わないっていうのはもう別にゾノが言おうがジョーが言おうがそういうことでは全然ないし、当然やってるメンバーたちは入れないだろうっていう感じがあっただろうと思うし、見てる側も当時は思ってました、ね、オーバーエイジ使ってほしくないなって、あの世界もう本当に A 代表とどっちが強いんだよ、まあ、今までの話まで上がったじゃないですか、ね、あの時のね、俺コメントね、あの何かの記事で見たんだよね。そうしたらゾノと俺はね、A 代表なんて絶対勝てるよみたいなこと言ってんですよね。そう、親善試合でやらせてくれって言って、ね、そう一番いいな、まあね、あのテストマッチじゃないけど、うん、強化試合になると思ってたから、そのぐらいいけると思ってた時代だもんね、なんかね。そうね強かったですよね。ああ、でもそっか、西野さんもそうだった。いや、それはもう通過した時点でも当然使えるっていうことが言われてるから、うん、伝えられたけど、もういや使いませんよ。でもオーバーエイジもエイジで難しいよね。確かに。やっぱチームがある程度完成してきて、うん、苦しい予選を戦って勝ち抜いて、みんなでやっぱりさ団結がすごいじゃない。うん。その中にいきなりポッと入ってきてさ、じゃあ本当に機能するかって言ったら意外に難しいかもしれないしね。うん。予選から23からオリンピック18なんだよ。うん。でそこにオーバーエイジ、確かに。もうチームがガラッと変わっちゃう。感じになるんだよな、ね、うん、それもあるし、うん、確かに、やっぱお前らの世代だけで世界行ってみろよっていう気持ちがあるからね。これ最終的には監督の決断で OK なんですか？だったね。だからその後ってさ、まあ、当時は、ね、オーバーエイジ使ったりしてるじゃないですか、うん、でそれを監督がやっぱり最終的にちょっとじゃあ入れようかなっていう判断ですかね。技術委員会の力とか、うん、あの圧力とか、うん、協会のね、うん、まあ、それ圧力とかっていうか、うん、その伝え方もすごいあると思うところはある。でもまあ最終的には監督がね、うん、なんだけど、だから難しいよね。だから今言ったその18人っていうのがあるから、うん、例えば A 代表とオリンピックがもうこう今だとこうミックスされてるようなところもあるじゃない、うんうん、一緒にやってるとか、 そうだね、それだったらやりやすいかもしれないけど、うん、当時だって言うと全く別だもんね。別だ。
西野さんから見たら。だからそれこそだからゾノは、はい、鴨さんが、はい、そっち落とさない。絵でずっとやらせる。言い張ってたからね、鴨さん。ああ、そうなんですね。力関係が。いや、でもやっぱり同世代でゾノ必要だし、っていうことの中でだん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 、まあ、折れてもらって、やらせるっていう。あ、僕も言ってたからね、やっぱ。それ楽しかったから、そっちも同世代でやる。一番目の前のね、目標だったし。やっぱオリンピックでやりたい集中したいっていうのはコメントで出してたもんね。あ、まあ、西野さんも出してましたけど、うん、あ、でも A 代表に行ってた可能性もあるってことだもんね。そのそしたらあるあるね。あ、大会はブラジル、ナイジェリア、ハンガリーと同組になったんですけども、うん、西野さんはこの予選通過する上で突破するためには何点ぐらいのこう勝敗でイメージで考えたんですか。いや、大会の目標はって聞かれても、はい、予選突破ですとか、メダルですとか、勝ち点いくつですとか、それは一切言えないですよね。もう世界を知らない、選手も知らない、私も経験ないっていう中で、ただただ本当にこの参加して経験を積んでフランスに何に行かせられるかっていうような、まあ、そういう位置づけでオリンピック見てたから、まあその戦前のその予想なんていうのは、まあ、当然具体的には上げてなかったと思うんですよ、うん、でも世間はもうあれじゃないですか、もうブラジルの初戦にもうフォーカスされちゃって、もう楽しみプラスどんな試合になっちゃうんだろう、どんな試合してくれるんだろうみたいな感じの、初戦のブラジルしかポイントがなかったから、まあだけど本当にジャイアントキリングしたいけどサッカーっていろいろあるけど、と思いながらも、あのブラジル、ナイジェリアとかっていうチームには、こう、想像がつかない強さを感じていたんで、まあ、だけどやっぱり選手がね、もうとさっきも話しましたけど、未知の世界に対する怖いもの知らずのチャレンジみたいなので、こう、そうしていったと。僕もちょうど昨日 YouTube で入場シーンを見たんですけど、確かに全員ふてぶてしかったですよ。これ当たってる、当たってるじゃん。こんな感じだ。俺後ろからね、見てたんだよ、もう本当に。このブラジル、結構なんか、顔つき緊張してんな、日本人、選手。はい。ゾノはじめ。ペナントお前、ペラ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 こうやって。ペラペラ、こんな感じに言ってないと思う。ああ、もう、いや、逆に安心したんだよ。これぐらいのちょっと気持ちだったらいいなって。覚えてるよ。ロベカルだよっつって。そう、俺も、だってみんな見てるからね、テレビ。みんなジュニアいろいろいるじゃない。インテルだ、どこだ、AC ミラーだ。ロベカル意外とちっちゃいなっていう声が聞こえたもん。ああ、そうそう、確かに。それはね。そう。それは思ったよね。なるほど、お前。だけどすげえももしてたの。ああ、すごかったね。超ももしてて、でも、ゾノも、もうあだ名が昔ももっていうね、あだ名だったから。高校時代から。そう。だけどね、ゾノ見ても、ゾノ負けてねえよ、みたいな感じで言ってた記憶がある。そうそうそう。いけるよ、みたいな。そう。まあそこは怖いもの知らずなんだろうね。なんかやってやろうよ、みたいな、ね。みんなその雰囲気はあったよね。で、ブラジルはさ、結局さ、オリンピックで金メダルが取れてなくて、うん、もう本気で取りに行くぞっていうね、メンバーだったから、ね。オーバーエイジを使ってっていうね、うん、メンバーだったから余計緊張もね、してたけど。あったかもしれない。結局こういう話になると、ブラジル戦の話になるけどさ、ナイジェリアだって強かったよね。強かったよ。だってナイジェリア結局優勝だからね。そうですよね。ブラジルに3位決定戦勝ってね。そう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 。俺、ウエストっていうディフェンスの選手と、ね、そう。俺、あんまりね、いろんな選手とヘディング競って、うん、そこそこいけるなと思ってたんだけど、あの選手には俺勝てないと思ったもんね。飛んだ瞬間に俺の頭がまだここら辺だったもんね、うん。彼はその上からこう叩きつけるようなヘディングして。でも結局 2-0 で負けたんだよね。0-2 で負けて。うん、秋葉のオンゴールでね。そう監督ね。秋葉監督、ね。秋葉監督今ね、エスパルスでね。オンゴールしてますけど。だってハンドの PK だから。抱えちゃったから。抱えちゃったからね。まあでもそれだけだ。残念だよね。あれ失点の仕方がね。それだけだけどね。あの失点がなかったら、得失点でいけたんですよね、多分ね。そうね。でも、そもそもやっぱり、田中誠っていう要が、ベンチ前で、後半35、6分にタックル受けて、うん、そうで、ベンチ前で倒れて、うん、いや、もう、あと10分頑張れとかって、いや、ダメですって、あいつ、うん、ダメですって、うん。まあ、はっきり言ったのは、まあ、残り10分誰かに託そうと、うんで。自分の中ではね、やっぱり、リベロの3、ここの真ん中じゃない、はい、秋葉の選択と上見、上村の、うん、上村さん、選択があって、中ではもう上見の上も強い試合ですね。うんはい、で自分の中では、ね、少しそっち、上見かなと思ってたの、うん。
ところはあるんだよね。あの、まあ、あと残り10分逃げ切る中では、秋葉もコントロールできるけれども、山本がもう、すかさず、秋葉だって。あ、そうだったんだ。で、時間がないし、もう緊急だから、うんうね、もう準備してる方がっていうんで、秋葉の方が早めにベンチ裏で準備して、上見は寝かす。はい、もう全部外して。外して。まあ自分じゃないと思ったのかもしれないけど。うんうんうん、あ、なるほど。でも逃げ切る時間帯では選択はそういうものもあって、もう本当想定外のことがあるじゃない、はい、まさかでね、誠がなるわけがないと思ってた。そうですね。そうだったんだ。で、怪我しても絶対入ると思ったのはすごい待つつけだから。確かに。っていう、あの、最後、惜しい、やっぱり逃げ切りの誤算があったのは、あのナイジェリア戦は。確かにね、それまでももうディフェンスディフェンスで、まあ、0-0 がいいわけじゃないんだけども、どうしてもそういう展開にこうなって、勝ち点1取ればっていう感じもあったのは確か。西野さん、ハーフタイムに僕らがもう、僕と庄司とヒデが3人でメキシコのあれとグランドと同じメキシコのグランド攻めさせてくれって言ったら覚えてます？攻めさせてくれっていうあの言葉は3人寄らなくてもヒデなんかはもう言ってましたし ね、あとチームメイトにものすごくあのサポートが押せとか、押し上げが押しとかね、言ってましたね。すごい口調で、すごい口調で、だけど現実そこに取れないだろうっていうことが、それでもやっぱり攻めましょうよみたいな感じだったよね。攻めらんないですみたいな感じあったよね。そうだね。あったね、確かに。あったよね、あの時。逆に前に行ってたらもっとやられたでしょうね。やられてると思うよ。多分ね。それはそう、そうだと思うね。今はもうそう思いますか、そのさん。思う思う。あ、そうですか。ハンガリーの時はだからこう、そういうふうに3戦目でもあるし。あの、あったんですよ、こういう攻撃的に。でもカウンターでも裏つかれてもやられちゃった、ね、結局やっぱ2点取られてるから結構やられました、準備が全然統一されてなくて、マンツーマンでブラジルやらせたり試合やらせたり、こいつ潰せって言って、とか、まあ現実的になんかすごくやりすぎちゃったっていうのは確かにあった。でも現実的にやったからこその結果なんだろうね。でもね、いや、そう思うよ。俺たちも理想と自分たちがやりたい、で、それをやりやってたら多分ボロボロで何も多分ね、3敗で終わってたと。まあ理想だけで言ったらね。ハンガリーさん強かったもんね。強かった。いいチームだし、いいチームだったし、連動して動いてくるしさ、自陣からボール繋がれてゴールまで行かれたりね。まあ、だからやっぱり結局あそこで2勝できたのは絶対多分指揮官がやっぱりちゃんと元こうにしてっていうのがあったら。でもさ、アゴバのあれはオンゴールだよね。そうだよ。あれ胸トラップして。胸トラップであいつ入れたでしょ。そう。あれこうってやる、なんか、もう、空振りみたいな。空振りったんだよ。なんかさ、勢いで自分で入っていったんだよ、ゴールまで、あいつ。そうなの。なんか今、監督ですごい結構言ってるけどさ。そう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 。あれね、でも胸トラップじゃなくてね、実はね、よく見たら顎に当たったらしいですよ、あれ。そうそう、出てるからね。結局ね、あいつのせいで上がれなかったっていう。でもあのサイドの、ババンギダだっけ、はい、ババンギダ。めちゃくちゃ速かったからね。ちょっと、ね、ナンバーワンぐらい速かった、ね。いや、速かった。おこちゃんいて、か抜いて。か抜いて。何個か抜いてね。中盤にオリセイかなんか。そうそうそう、オリセイいて。あの時のナイジェリアのメンバーすごいですよね。あれ一番すごかったよ。でもああいうところでやっぱり世界を経験できて、ね。やっぱり余計また上に行きたいって思いもすごく強かったしね。やっぱりもっとやりたかったなっていうのはあるよね。それはね。勝ち上がったらメキシコだったんだよね。確かに。そうそうそう。確かに。ほら、練習、トレーニングマッチやった1週間前直前ね。すごい言いましたよね、ゾンさん。ん？西野さんにね。ああ、もうここだって。お前もいたんじゃん。そうじゃ、お前と俺と。確かに言ったよね。こんなここまでは来てないと思うけど。そういう感じで。すごい言いに行ったもんね、そうだね。でもそんな選手逆に指導者って嫌だよね。嫌だよね。西野さんよく、そういう話してたの。やってみてって俺はだから。経験がなくして。まあそうですね。いや、本当に大変だと思うよ、そういう選手いたら。俺言えないと思うよ。やっぱり。こういう局面が感じるか感じないかっていうのは、はい、その今だと、はい、わかります。あの頃やっぱね。勢いありましたね。勢いがあったんだろうね。うん、勢いで頑張ってたからね。本当奇跡としか言いようがないですね。もう西野さんだからあのメンバーをまとめられたんじゃないかなと思うよ。聞けば聞くほど思っちゃいますね。うん、いや、そうと思う。西野さん以外で
だったら多分。多分無理だろうね。で、そう。だから、こういう一流のね、ちょっと鈍感が入ってないと。一流の鈍感が入ってる。いや、思うも本当にそうだし、その後のロシアの時も直前ですよ、2ヶ月前に。そうだよね。多分、二松さん、そんなにすごく関わった、ね、世代じゃないと思うけど、そこをしっかりガッと、まとめられてなかなかできないよな。できないと思うよ。で俺たちもいろいろ食ってかかったりいろいろ言ってるけど、でも結局二松さんのうまくこうね、そうまとめられちゃうんだよね。やっぱり。そう。すごい、やっぱそういうところがすごいと思う。30年経つとそういう言い方もある。いや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 。いろいろまとめうまくやる。マネージメントというか。いやいやいや。いやいや、そうなんですよ。それにとっては当時それを思っててほしいよね。そういう気持ちを思い、ああ当時お互いの。そうですね、当時だから僕ら若かったからそこまで感じれてないんだろうね、未熟だったから。そうですね、自分もだからああいう指導を感じて、まあ、反骨か反発か反面かわからないけど、はい、それを持ってやっぱりその、まあ、いろんな選手たちがいるんだなと思ったけど、まあまああの時のメンバー以上の選手は、ね、ないよねみんなもうとな確かにね、そっか。ちゃんとこう、はい、指導を受けてくれるみたいな。はい、うん。ね。いや、そろそろ、はい、まだまだ聞きたいんですけども、はい。まあ、そうですね。そうですね。はい。はい、いや、このね、まあ、このチャンネルは、はい、オーディアソーとね、コラボで企画でやらせていただきました。まだコンパクトですね。いや、コンパクトに。ね、はい。いや、もう西野さん、本当にね。ありがとうございます。本当にもういろいろと。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは皆さん、また。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。